少々。このようなお悩みはありませんか？子どもの宿題に必要な本や資料、どうやって探したらよいかわからない。ネットに落ちている画像や写真、趣味や仕事に使いたいけど使って大丈夫なのかな？そんな時はぜひ諸書を使ってみてください。諸書は石川県立図書館が所蔵する約100万点以上の資料の中からお探しの情報を素早く簡単に楽しみながら見つけることができる資料検索サイトです。諸書には3つの大きな特徴があります。1つ目は資料を探す。様々な検索方法を用意していますので、お子様や初めて利用する方からビジネスパーソン、研究職の方まで一人一人に合った方法で資料を探すことができます。また諸書で探せるのは一般的な本だけではありません。最新の本、雑誌はもちろん、古文書や歴史公文書、貴重な古い絵図、図案、写真も。そして本棚に並んでいる資料だけでなく、書庫に収蔵している資料も一度にまとめて探すことが可能です。2つ目は資料を手に取る。資料を検索して終わりではありません。諸書では資料が置いてある図書館内の場所を確認したり、予約取り置きしたり、書庫から取り寄せしたりすることもできるので、あなたが気に入った資料を手に取るところまでしっかりサポートします。3つ目は資料を使う。諸書の中には資料の画像データも数多く保存されています。ダウンロードしたり印刷したりして個人利用、商用利用することが可能な画像もたくさんありますので、趣味に、ビジネスに、勉強に、あらゆるシーンで便利に活用することができます。それでは諸書を活用できる具体的なケースを3つご紹介します。クラフトや手芸が趣味の A さん、レトロで可愛い雑貨を作ってハンドメイドマーケットに出品したいと思い、無料で使えるデザイン素材を探すため諸書を活用しました。諸書のデジタルコレクションページからフリー素材の庭を選択し、明治大正昭和の可愛い模様のページをタップ。たくさんのデザイン素材から気になったデザインはとりあえずハートマークを押してマイ諸書に登録しておき、後でゆっくり選んで画像をダウンロード。綺麗な画像を使ってお年玉袋や封筒、便箋を作りました。それらをネットのハンドメイドマーケットに出品し、今や大人気。石川県在住の大学生 B さん、東京から大好きなおばあちゃんが遊びに来ます。歴史好きなおばあちゃんに金沢城を案内したいと思い、諸書を活用しました。まずはフリーワード検索窓で金沢城と検索。検索一覧に表示された最新ガイドブックや江戸時代の貴重な金沢城の絵図など、さまざまな資料から気に入ったものを組み合わせ、マイキュレーション機能を活用して B さんオリジナルの素敵な金沢城案内パンフレットを作りました。おばあちゃんも大喜び。夏休みの自由研究テーマに悩む C 君とお父さん、アイデアが浮かばないお父さんはテーマを探すため諸書を活用しました。諸書の石川コレクションからキーワードから探すをタップ。たくさんのキーワードが表示される中、恐竜に目を引かれたお父さんはすかさずタップ。たくさん表示された恐竜に関する資料の中から気になる資料を早速予約して図書館へゴー。使いたい画像はサクサクダウンロードし、ものづくり体験スペースに設置された 3D プリンターを活用した恐竜の骨格模型作りにもチャレンジ。自由研究は大成功。 C 君大満足。著書は資料を通じてあなたの暮らしをちょっぴり便利に楽しくします。石川県立図書館の資料検索サイト、諸書。